キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ3球団目、はい、ドラフトチェックというところで今日はですね、はい、日本ハムファイターズですね。おー、まあ、ファンはね、まあ、今年も最下位に、はい、なってですね、まあ、なってっていうか、あのまだ決まってないですからね。いやもう決まってるよ。まあ、まずまあ一応最終順位で確定。だってビッグボスが1位から4位か面白いって言ってたもん、テレビで。 あそうですか、うん、ファン何やったっけ、あの歌番組で、はい、あの1位から4位までが面白いから、もうロッテとディッパーも入れてないから。あ、そうです。最下位で、はい、もう、まあ、まあちょっとゲーム差的にもね。そうそうそう、はい、さあということでね、はい、じゃあまあ19年、うん、この年のドラフトはね、はい、栗山監督、投手陣は何とかしなきゃいけないところで、うん、うまく指名のバランスは取れている、うん、いいドラフトだったと思う、うん、早く特徴を生かせるようにしてあげたいって、うん、って言ってんだよ。この年私たちもこう分析してたじゃないですか。そうそう、この年は、うん、あのピッチャーが日本ハムいないから、うん、大谷もいなくなって、うん、でその中でピッチャーをどうにかしなきゃいけないっていうところで、もう即戦力右腕の大卒社会人出身者を、うん、もう上位で川野ね、うん、で立野ね、うん、であの鈴木健也、はい、で、望月っていうところを取って、どうにかしなきゃいけないっていうのがもうメッセージとは伝わるから、うん、いいドラフトだったって言ってたんだけども、うん、のきなみ活躍しないっていうね、はい、期待通りと、はい、ほとんど大卒以上ですもんね。そうそうそう、うん、でその中でね、はい、じゃあまず川野ね、川野、うん、選手、これ佐藤さんのね地元の、そう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 、で、まあ、先発したりリリーフしたりってなるけど、はい、今年もね防御率 5.40 と、はい、うん、年度で1年目がね12試合に登板と3勝5敗、2年目も40試合登板3勝6敗、で今年15試合登板、うん、0勝2敗、まあ、パッとしないよね、はい、だからまあそももうね、もう一番の課題は明白なのよ、うん、先発ローテーションを回りたくて左ピッチャーだったら、うん、チェンジアップかフォークツーシームを、うん、もうどのカウントでもどういう状況でもカウントを取れる球種として持ってないといけないところ、うん、まあ、カーナー持ってないんだよね、はい、だからもう入ってくるボールしかないから、状態良かったらそこそこ抑えれるかもわかんないけど、うん、やっぱりローテーションを回って長く活躍できないっていうのはもうこの近年の左の先発ローテーション投手を見てたらもう明白なのよ、はい、でそれを3年目にしてもまだ克服できてないっていうところで、うん、で去年はリリーフになってめっちゃ良かったの、はい、だからもう先発は今の状況だと難しいから、うん、リリーフするしかないと思う、はい、生きる道としては、うんうん、このままだと、もしくはその球種を選ぶか、はい、でもまあ1位の左腕としてはちょっと期待通りの活躍はね、うん、なかなかできてないね、はい、で2位立野と、ね、今年1勝2敗 10.13 と、うん、で2軍でも10試合投げて 4.71 と79と防御率、はい、で4位鈴木健也投手、はい、アンダースローにしてね、うん、サイドスローからっていうところで、16試合登板 2.73、 だからまあこうアンダースローにしたばっかりだからね、はい、だからここが馴染んでいけば、うん、アクセントとしては面白いかもわかんないけど、はい、まあ、まだこれっていう感じの絶対的っていう感じじゃないね、うん、そうですね。で、望月大輝、うん、1軍では、うん、9試合登板防御率7点台で、2軍では20試合登板の防御率 2.57、うん、だまあ2軍ではねいい感じできてるのかもしれないけど、はい、まあ、まだちょっとまだパッとしないね、はい、であとは野手だね、はい、で上野恭、はい、平選手、うん、これ今年ねデビューしましたよね、したよね、打ったよね、うん、はい、打ったと思います、なんかいいところでね、うん、でもまあ打率0割7分4厘2軍でも1割台、はい、で梅林選手、はい、打率1割2分8厘、はい、試合18試合出場、うん、2軍では2割7分5厘で、片岡選手、まあ、今年ビッグボスの補選で全員1軍でほぼほぼ使われてるからね、はい、13試合出場、打率1割2分5厘、2軍で2割3分3厘、まあ、全体的にもパッとしないね、うん、球団が思ったようには取れたけど思ったような活躍はできてないです、はい、はい、で、20年見ましょう、はい、1位はもうね、うん、栗山監督、伊藤は北海道出身で絶対縁があると信じていた、うん、先発抑えとどちらもできる可能性があるピッチャー、うん、指名全体としては本当によっしゃーっていう感じだ、およっしゃーって佐々木恭平さんでね、よっしゃーっつって福留め引いてね拒否されるっていう、はい、そうですか、はい、まあ伊藤色味はね、うん、もう文句なしじゃないですか、文句なしの久方ぶりの新人から2年連続2桁勝利、はい、西崎さん以来かな、うん、っていうところになって、もうこれはもう完璧だね、はい、で2位磯畑、まあ怪我もあったけどね、うん、まあちょっとパッとしないね、はい、磯畑あれですよね、サニーブラウンに
買った男ですね。そうでも結局ね足だけじゃダメなんだよ、はい、あの塁出ないとね、うん、まあでもまあ怪我もあったからね、まあ、ここからどうなるのか、はい、で古川今、はい、外野も、ね、うん、外野を守ってるからね、はい、で結構1番とか3番とかね、うん、打ったりしてるけども、打率2割1分5厘だ、打率2割2分か3分以下の選手はもうダメなんだよね。ビッグコース言ってたんだもんね。だからもうダメだよ、ね、そうですか。2軍でも2割5分3厘ホームラン2本、はい、で細川良平、はい、まあ、高卒2年目なので、うん、そうだね、内野手、うん、はい、2軍でも1割だ、うん、これ根本春かいいんだよね、はい、いい感じで投げてたんだよ。でもさっきちょっと今川見るわ、はい、今川、まあ、4番打ったりで、うん、まあでもほぼほぼも何番でも打ってっちゃう全員誰が何番かわからんよな2割3分2厘お今川もギリギリだよ。残り試合で落としたらもうトライアウト失格になるよね。おだって2割2分以下はダメなんだもんね。あれホームラン何本打ってますか今9本、9本か、うんうん、もうすぐじゃん。でピッチャーは根本。佐藤さんあれじゃないですか、新人を候補に入れてませんでした。根本投手入れてたよ。入れてましたね今年いいと思って、うん、でもいいところあんのよ。はい、出してんのよ。防御率 2.47、 お、2勝3敗1ホールド、10試合登板で2軍でも 2.23、来年あたりいいかも分かんないね。そうですね、根本は。でもあれじゃないですか、今年いいピッチングしてるの早く変えたりよく分かんないとこあったのよはい、でなんかタオさんが変えるの早いっちゅってプロ野球ニュースで岩本さんと五十嵐が擁護してて、はい、で俺あの次の週日曜日出たから、いやでその時また根本だって、はい、でそれ長いイニング投げて勝ったのよ、はいはい、だからいや先週タオさんがもっと投げさせればいいのにって言ってましたけど、うん、僕もテレビ見ながらそうだろうって思ってましたけども、はい、ね、結局今回長いこと投げて結果出たんで、うん、やっぱりタオさんの意見は正しかったんじゃないのかなと思います、言ってやろうと思ったら、はい、振られなかった。あ、振られなかったですか残念。それを多分食い取ったのか、はい、言われた、言われた、言ってたじゃないですか。言ってたよ、うん、だからあ、じゃあもうそれは喋らせないっていう、言われたくなかったのか、はい、振られなくて言えなかった、うん、絶対言ってやろうと思ったの選手から流れ、はい、でもこう2020年19年に比べたら出てる選手っていうのはすごく、まあ、でもそれはビッグボスの方針で一軍で使ってるだけで、うん、自分の力で一軍を勝ち取ったやつは何人いるのかっていうところと、はい、いないから出てるのちゃうかっていう、あ、そういうのがちょっと否めない、はい、正直、うん、結果だけ見ても、はい、で今年、はい、今年のルーキー立つ、はい、有園、水野、坂口、黒柳、長谷川、松浦、北山、上川畑、育成が福島、早水。でもまあね、栗山監督、立つはまっすぐで押し切れて、スケールとしては世界で勝負できるくらい成長の幅が大きく見えた、うん、まあでも高卒のこの選手たちは、はい、まあまあ、うん、費用から対象外だからね、はい、まあ、ここからどうなるのかっていうね、うん、まあ、ところではね、先生一押しの北山君が、でもちょっとあれだね、期待値より低いね、あ、もっとなんかオープン戦とか出だしのあれ、やっぱり開幕投手あれちょっとミスったな。そうですね、やっぱ新人としてはちょっとリズムも含めて、うん、何気にね、まあ、すごい話題になりましたけどね、ちょっと俺はあれちょっとね、うん、やっぱ新人としてはそういうなんか一軍での過ごし方とか準備の仕方とか多分ねちょっとミスだったと思う俺は個人的に。あ、そうですか、うん、はい、でも上川畑がね今いい活躍してて、うん、だって今ビッグボスが合格なのは、うん、松本、はい、近藤、で八千らしいんだよ、はい、この3人だけらしいんだよ、なぜか、はい、俺は上川畑も合格ちゃうかと思うんだけどね、うん、ドラフト9位でいい形でね、うん、最初は水野がね、はい、ショートなんかなんのかと思ったらねっていうところあるけども、まあ、あともう高校生はね、まあ、こっからだね、はい、うん、結構高校生多く取ってますからね、うん、長谷川投手ちょっと見てみよう、はい、大卒だから1軍では1試合2軍では 2.25、うん、8試合登板、まあまあまあ、あんまり出てないね、試合これからだね、はい、さあ、じゃあどうしますか。このまあ3年間のドラフトを見たときに今現状、これね、みんな間違えちゃいけないのはね、はい、来年にはまたこの評価って変わってるからね、うんうん、成長してくる選手が、はい、だから今今年の現状の評価だから、はい、評価はね、うん、C プラスだね。実際よ、はい、伊藤だけだからってまあこう、そうですね、一軍がっつり掴んでこう活躍してるっていうか、それはあるよ、今がとかね、うん、まあまあいい感じ来たなとか、はい、根本ね、はい、だから将来に期待できる選手は多いのよ、うん、
校の中でね、はい、あとはまあ上川畑北山とかね、まあ、でもあの他高校の人たちとかね、うん、これなんで B じゃないのかっていうと、うん、はい、このねやっぱ19年がね評価を落としてる。やっぱりそのね1年目2年目っていうのは、うん、まあまあまだこれからもあるから、はい、ちょっとこのね温情的なのもあるじゃん、うん、でもやっぱり大卒社会人で3年目で、うん、しかもドラフト上位の選手で1軍に固定されてないのは、うん、今のハムの弱さが、うん、原因がこういうところにもあるよね。ああそっか、こういうところが響いてきてるっていう、そうこういうところで補わなきゃいけない時に補いきれてないから、うん、今の苦しさがあると思うって考えると、うん、ね、まあこう B になれないところがこの2019年のドラフトの現状のいい結果を生み出せないっていうところが C プラスなんだよね、うん、ここ誰が頑張ってたら B だったんだけど、はい、まあ、もしかしたら来年にはここの選手たちがもっとそうそう上に行ってる可能性もあるし、はい、この2020年の伊藤大海のところのドラフトの選手たちが、はい、まあ、3年目っていうところでもう一歩ね一気にグッてね、うん、根本とかね、はい、来てる可能性もあるから、うんうん、まあ、その若い選手が多いんでね、また来年はこれを取っとくんでね、はい、あの評価がどうなるかは別として、はい、まあ、ちょっと19年のドラフトがね現状ね、はい、失敗です、はい、まあ、こうやってね言われないように、はい、ね、あの来年は頑張ってもらいたいですね。そうですね、はい、はい。